はい、皆さんこんにちは、ワンダレングルフィッシュです。今回ですね、プレイしていくゲームはPC のゲームからトータルウォーシリーズ、トータルウォー将軍2をプレイしていきたいと思います。トータルウォーシリーズ自体はですね、まあいわゆるリアルタイム戦術級ストラテジーゲームって言ったらいいんですかね。戦術級のシミュレーションゲームになると思うんですが、今回はその中から、戦国時代を扱った作品の一つ、将軍2というものをプレイしていきたいと思います。まず、当チャンネルで1回目に、お送りするということで、今回はですね、川中島の戦いの歴史上の戦いというモードをプレイしていきたいと思います。で、川中島の戦いは皆さんご存知の通り、上杉謙信と武田信玄が、川中島で戦った戦いですね。山本勘助が、まあ、考えたと一般的には言われているキツツキの作戦を持って、信玄が謙信を挟み撃ちにしようとしたものの、謙信がその作戦を見破って逆に信玄を追い詰めたという、武田上杉の間で行われた戦いの中で最も激戦と言われていた戦いだというふうに言われています。今回はその川中島の戦いをプレイしていきたいと思います。で、今字幕の方でね、その、川中島の戦いについての解説が流れていたんですが、基本的にはですね、ナレーションとかは英語になっていますので、僕の方でですね、拙い解説にはなってしまうんですが、入れさせていただきたいと思います。早速プレイの方始めていきたいと思うんですが、まず画面の見方とかね、トータルウォーシリーズ初めてという方もいらっしゃると思いますので、各言う僕もすごく久しぶりなので見方とかもほとんど忘れてしまったので。自分で、解説を入れながらですね、思い出していきたいと思います。まずですね、画面の下の方に、兵種と、まあ、その兵数が出ています。左から40、80、80っていう形でね、兵数が出ているのと、あと、絵で兵科が出ていると思います。まあ、大きくはですね、足軽、まあ、歩兵部隊と言ったらいいですかね。足軽と、あと騎馬隊。それに飛び道具系ですね、弓だったり、鉄砲だったりと。言った部隊で、構成されています。じゃあまずですね、敵味方の布陣から見ていきたいと思うんですが、画面の右上の方にですね、地図みたいなものが出てると思うんですけど、黄色が、味方。まあ、今回プレイしているのが上杉謙信側でプレイをしていますので、上杉謙信側の上杉勢が黄色になっています。一方、赤いのが武田、信玄側になりますね。で、旗の色がですね、謙信が黒。今、手前に見えている、騎馬隊いますね。これが上杉勢で、旗の色が黒になってます。ちょっとね、画面を引いてみましょう。ぐーっと引いていくとですね、いくつか部隊が見えてくると思うんですが、手前に、上杉勢と言ったらいいですか？黒い旗ですね。手前に上杉勢が、まあ、横に展開しているという感じですね。ぐーっと。手前が上杉です。で、奥を見てみるとですね、こうやって奥に行ってみると、赤い旗、武田勢ですね。武田勢も横にぐーっと布陣している感じです。で、今中央に見えているのがですね、信玄の本陣になりますね。ここが、信玄の本陣です。ここに、上杉の部隊を突入させるというのが、まあ、目的というかね、戦いになっていくと思うんですが、ここが、信玄の本陣ですね。では、再び上杉の方に、目を向けてですね、ここに今、上杉と武田が相対しているわけなんですが、一方ですね、ぐーっと画面を旋回させると、こっちが
いわゆる最初山にあたる部分になるんですが、最初山の山頂付近に上杉勢ではなく武田勢がいます。これが別動隊ですね。今見えますかね？見えてきましたね。これが武田の別動隊です。この武田の別動隊がこの後ですね、この山を下って、ここ八幡原から上杉の背後をついてこようと、こうやってくる作戦ですね。来ますので、これをまず食い止めるというのが必要になってきます。もちろん作戦としてはですね、武田の本隊、謙信率いる上杉の本隊が、武田信玄率いる本隊に先にぶつかってですね、まあそれをある程度倒してしまうと。で、最初山から降りてきた武田の別動隊を迎え撃つというのが理想的な戦い方になりますので、まずはですね、八幡原に布陣している上杉全軍をもって、信玄の本隊、数の上では優位に立っているはずですので、信玄の本陣めがけて突入作戦、やっていきたいと思います。史実では、謙信は車係の陣と、いうのを持って信玄をね、追い詰めたというふうに言われています。まあ、車係の陣というのは、入れ替わり、立ち替わり、部隊を変えて突撃を繰り返すと。まあ、車輪がね、くるくる回るように、入れ替わり、立ち替わり、部隊をぶつけていくっていう戦い方になるんですが、それに倣ってですね、信玄の本隊に攻撃を仕掛けていきたいと思います。で、上杉側のですね、部隊構成で言うと、ほぼほぼ、白兵部隊ですね。白兵戦部隊。で、弓、鉄砲、まあ、少なからずいるんですが、ほぼほぼ歩兵部隊になっていますんで、突撃を繰り返して、武田本陣の崩壊を目論みたいと思います。で、ここにですね、二つの部隊、今見えてますね。左手奥、最初山から降りてくる部隊が、この道すがらに迫ってくると思いますので、この二つの部隊ですね、今画面に映っているこの二つの部隊はこのままここに置いてですね、敵が攻めてくるときに少しでも遅らせるという役割をしてもらいたいと思います。なので、この二つの部隊はですね、防御モードに切り替えましょう。で、防御モードに切り替えるときはですね、画面下の方に出ている丸が1、2、3って出てると思うんですけど、この真ん中のボタンを押すと防御モードに変わりますので、防御モードに変えて敵を組み止めてもらうという役割をしてもらいたいと思います。さあ、それでは早速回旋をしていきましょう。今一時的にポーズをかけていましたので、このポーズを解いてですね、いよいよ、武田の本陣めがけて、突入作戦をしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。まずですね、自軍の部隊を編成する上でですね、今見えている部隊を少しまとめて、一つのグループにしてしまいましょう。で、陣を、角翼の陣を引きましょう。史実では、角翼ではなく、車係の陣を引いたということなんですけど、武田の部隊がですね、思ったより横に広く展開しているようなので、こちらは、まあ、数が多いというのもあるので、角翼の陣を引いていきたいと思います。まあ、角翼の陣というのは、一般的には、相手よりも部隊数が多い時に、取る布陣だというふうに言われてますので、今回まさにね、相手よりも、武田よりも部隊数が多いので、角翼の陣を引いて、まずは敵に一当たりかけてみましょう。で、その中でおそらく混戦になってくると思いますので、乱戦ですね。乱戦になってくると思いますので、乱戦になったら適材適所で部隊を編成し直していきましょう。そう言ってる間に、
武田の別動隊が山を降りてきている部隊がもう一部出てきてますね。なので急いでいきましょう。それではカメラを少し戻して、今、陣形を変えてますけどね、あんまり陣形を変えるのに手間取ってると本当に武田の別動隊が迫ってくるので、早々に敵の方に迫っていきましょう。今ぐーっと部隊が来てますね。で、赤い線が出てると思うんですけど、この赤い線がいわゆる飛び道具系の射程ですね。で、今武田の騎馬隊が一部突撃をしてきてるな。そしたら武田の騎馬隊に対しては、足軽部隊をぶつけていきましょう。槍足軽部隊をぶつけておきましょう。で、弓部隊に対してはですね、弓をぶつけるよりもどちらかというとですね、騎馬隊とかで突撃をかけた方がいいので、今選択している、この上杉謙信の本体をぶつけるとあまり良くないので、足軽部隊で牽制をしておきましょうか。で、今まさに混戦になってますので、ちょっとねこの状態で敵を少しでも減らしておきたいと思います。今遊んでる部隊がいると良くないので、ちょっと離れていってる部隊に対しては個別に指示を出していきましょう。で、足軽部隊がいるので足軽を敵の部隊にぶつけていきましょうね。で、これ今選択してるのが鉄砲隊になります。鉄砲隊をもう少し敵の方に近づけていきましょう。で、今選択しているのが足軽ですね。これ無傷の部隊になってますね。無傷の部隊はかなり貴重なんですが、今ほとんどの敵部隊は撃滅できたかなというところには来てますけど、一部の部隊が残ってますね。まだ敵の、で、ちょっと西条山の方に目を向けてみると、敵の部隊が今まさに軍勢が整うのを待ってる状態ですね。これはかなり危険だな。なので今増援を派遣したので、この部隊もここに配置してですね。おー、来たー、来たぞー、武田が来た。武田の騎馬隊が突っ込んできましたね。これね、かなり見応えあるんじゃないかな。ちょっと寄ってって見てみましょうか。今まさに武田の騎馬隊と戦闘中ですね。足軽突破されたなー、簡単に。簡単に突破されましたね。これはかなりピンチ。ただこっちの方では、八幡原の方ではほぼほぼ武田の部隊を蹴散らしたかなというとこですね。で、西条山の抑えの部隊の方はどうなってるかというと、突破されつつあるか。突破されたな。武田の騎馬隊が一部もう背後に迫ってますね。このまま行くとまずいな。旋回させた方がいいですね。で、今ちょっと上杉勢でいうとかなり陣形が乱れてしまっているので、
8万パラの戦いがほぼほぼ終結したので、一度、中央に軍勢を集めておきましょう。今見ていくとですね、武田もあまり統率が取れていないかなという状況になっているので、これを逃さないでおきたい。武田の騎馬隊が今ここにいますけど、軍勢の数でいうとまだこちらの方がやや有利かなという感じですね。これ敵、弓騎馬隊だな。弓騎馬隊に対しては総兵をぶつけるだけだと弱そうなので、足軽もぶつけておきましょう。今、主に4つの部隊ですね、総兵と弓と、足軽、そして武士、この4部隊を迫ってくる敵の部隊にぶつけていきましょう。で、弓を守る必要があるので、弓のところに刀の部隊を先にぶつけましょう。で、これは刀か。刀と足軽だとちょっと勝ち目ないかな。ここは白衛戦モードに切り替えましょう。よしよし、徐々に押し返してきましたね。武田の本体、まあ別動隊の方ですけどね、部隊数が多い方が徐々に隊列を崩しつつある。一方上杉の方は戻ってきた部隊合わせてかなり有利には進めてますね。このまま行けばなんとかなるかな。これは かなりいい感じで戦ってますね。隊列を乱さずに戦ってるので有利に進めてるはずですけど、ただまだ武田も一部の部隊は健在という感じかな。そしたらここで騎馬武者を投入しましょう。こちらも騎馬隊がどこにいるんだ？騎馬隊がどこにいるか分からなくなっちゃってる。数の上では押してるはずですけど、このままだとちょっとよく分からない状態になるな。ここの部隊はもう包囲殲滅戦ですね。よし、これでほぼ敵の部隊は壊滅させたんじゃないですか。今武田の兵がチリジリにそうですね、逃げていってますが、なんとか勝利できました。まあかなり乱戦の状態になってしまったので陣形とかの良さがあまり活かせなかったかもしれないんですが、まあ辛くも、勝利することができました。というわけで、初めてのプレイに近い状態でまずはお届けしてみたんですが、いかがでしたでしょうか。歴史好きの方、
戦術シミュレーション好きの方、あと信長の野望が好きな方なんかもね、十分に楽しめるゲームの内容になっていると思いますので、興味のある方はぜひぜひ、プレイの方をしてみていただければと思います。僕の方もこれからもですね、引き続き、このトータルを将軍2プレイしていきたいと思っていますので、応援の方よろしくお願いします。ちなみに、今僕ので確認した歴史上の戦いというモードで用意されているシナリオとしてはですね、今お届けした川中島の戦いの他に、あの関ヶ原の戦いですとか、あと桶狭間の戦い、こういった歴史上非常に有名な戦いとかもいくつか用意されているようでしたので、今後はですね、そういった合戦もプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。